二どうか江戸川乱歩ジョーあの泥棒がうらやましい二人の間にこんな言葉が交わされるほどその頃は急迫していたバスへの貧弱な下駄屋の二階の ただ一間しかない六畳に一貫張りの破れ机を二つ並べて松村武とこの私とが変な空想ばかりたくましをしてゴロゴロしていた頃のお話であるもう何もかも行き詰まってしまって動きの取れなかった二人はちょうどその頃世間を騒がせた大泥棒の 巧みなやり口をうらやむようなさもしい心持ちになっていたその泥棒事件というのがこのお話の本筋に大関係を持っているのでここにざっとそれをお話ししておくことにする芝区の去る大きな電気工場の「食工給料日当日の出来事であった」。 十数名の賃金計算係が1万に近い職工のタイムカードからそれぞれ1か月の賃金を計算して山と積まれた給料袋の中へ当日銀行から引き出された1番の品カバンに1杯もあろうという20円10円5円などの札を汗だくになって詰め込んでいる最中に 事務所の玄関へ一人の紳士が訪れた受付の女が雷を訪ねると私は朝日新聞の記者であるが支配人にちょっとお目にかかりたいというそこで女が東京朝日新聞社会部記者と肩書きのある名刺を持って支配人にこのことを通じた幸いのことには この支配人は新聞記者操縦法がうまいことを一つの自慢にしている男であったのみならず新聞記者を相手にほらを吹いたり自分の話が何々手段などとして新聞に載せられたりすることは大人げないとは思いながら誰しも悪い気持ちはしないものである社会部記者と称する男は むしろ心よく支配人の部屋へ生じられた大きなべっ甲縁の眼鏡をかけ美しい口ひげを生やし気の利いた黒のモーニングに流行の折りかばんといういでたちのその男はいかにも物慣れた調子で支配人の前の椅子に腰を下ろしたそしてシガレットケースから 高価なエジプトの紙巻きたばこを取り出して卓上の灰皿に添えられたマッチを手際よくすると青みがかった煙を支配人の鼻先へふっと吹き出した記者の職工待遇問題に関するご意見をとかなんとか新聞記者特有の相手を飲んでかかったようなそれでいて どこか無邪気な人懐っこい調子でその男はこう切り出したそこで支配人は労働問題について多分は労働調教温情主義というようなことを大いに論じたわけであるがそれはこの話に関係がないから略するとして約30分ばかり支配人の室に行ったところのその新聞記者が 支配人が一席便じ終わったところで「ちょっと湿気と言って便所に立った間に姿を消してしまったのである支配人は無作法なやつだくらいで別に気にも留めないでちょうど昼食の時間だったので食堂へと出かけて行ったがしばらくすると近所の養殖屋から取った 微不か何かを頬張っていたところの支配人の前へ会計主任の男が顔色を変えて飛んできて報告することには「賃金支払いの金がなくなりました取られました」というのだ驚いた支配人が食事などはそのままにして金のなくなったという現場へ来て調べてみると こののの突然の盗難実はだいたい次のように想像することができたのである。ちょうどその当時その工場の事務室が改築中であったのでいつもなれば厳重に戸締まりのできる特別の部屋で行われるはずの賃金計算の仕事がその日は仮に支配人室の隣の応接まで 行われたのであるが昼食の休憩時間にどうしたものの間違いかその応接間が空になってしまったのである事務員たちはお互いに誰が残ってくれるだろうというような考えで一人残らず食堂へ行ってしまってあとには品カバンに充満した札束がドアには鍵もかからないその部屋に 約半時間ほども放り出されてあったのだその隙に何者かが忍び入って大金を持ち去ったものに違いないそれもすでに給料袋に入れられた分や細かい紙幣には手もつけないで品カバンの中の二十円札と十円札の束だけを持ち去ったのである。 損害高は約5万円であったいろいろ調べてみたが結局どうも先ほどの新聞記者が怪しいということになった新聞社へ電話をかけてみると案の定そういう男は本社員の中にはないという返事だそこで警察へ電話をかけるやら 賃金支払いを伸ばすわけにはいかぬので銀行へ改めて二十円札と十円札の準備を頼むやら大変な騒ぎになったのであるかの新聞記者と自称してお人よしの支配人に無駄な議論をさせた男は実に当時新聞が紳士盗賊という損傷を持って書き立てたところの大泥棒であったのだ。 さて管轄警察署の司法主任その他が臨検して調べてみると手がかりというものが一つもない新聞社の名刺まで用意してくるほどのぞだからなかなか一筋縄で行くやつではない遺留品などあろうはずもないただ一つ分かっていたことは 支配人の記憶に残っているその男の要望封鎖であるがそれが甚ははだ頼りないのであるというのは服装などは無論取り替えることができるし支配人がこれこそ手がかりだと申してたところのべっ甲ぶの眼鏡にしろ口ひげにしろ考えてみれば変装には最もよく使われる手段なのだから。 これもてにはならぬ。「そこで仕方がないので近所の車夫だとかタバコ屋のおかみさんだとか露天商人などと幽連中に各角の風妻の男を見かけなかったかもし見かけたらどの方角へ行ったかといちいち尋ね回る」「無論市内の各巡査派出所へもこの人相書きが回る」 つまり非常線が張られたわけであるが何の手応えもない1日2日3日あらゆる手段が尽くされた各停車場には見張りがつけられた各府県の警察署へ依頼の電報が発せられたかようにして1週間は過ぎだけれども続は上がらない もう絶望かと思われた彼の泥棒が何か他の罪をでも犯してあげられるのを待つより他はないかと思われた工場の事務所からはその筋の怠慢を責めるように毎日毎日警察署へ電話がかかった署長は自分の罪ででもあるように頭を悩ました そうした絶望状態の中に一人の同じ署に属する刑事が市内のタバコ屋の店を一軒ずつ丹念に歩き回っていた市内には舶来のタバコを一通り備え付けていようというタバコ屋が各区に多いのは数十軒少ないところでも十軒内外はあった刑事はほとんどそれを回り尽くして 今は山手の牛込と四谷の区内が残っているばかりであった今日はこの両区を回ってそれで目的を果たさなかったらもういよいよ絶望だと思った刑事は富くじの当たり番号を読む時のような楽しみとも恐れともつかぬ感情を持ってテクテク歩いていった。 時々交番の前で立ち止まっては巡査にタバコ店の所在を聞き正しながらテクテクと歩いていたケージの頭の中はフィガロフィガロフィガロとタバコの名前でいっぱいになっていたところが牛込の神楽坂にあるタバコ店を訪ねるつもりで 飯田橋の電車停留所から神楽坂下へ向かってあの大通りを歩いている時であった刑事は一軒の旅館の前でふと立ち止まったのであるというのはその旅館の前の下水の蓋を兼ねた御影石の敷石の上によほど注意深い人でなければ目に留まらないような 一つのタバコの吸い殻が落ちていたそしてなんとそれが亭主の探し回っていたところのタバコと同じものであったのであるさてこの一つのタバコの吸い殻から足がついて指物紳士盗賊もついにごくりの人となったのであるがそのタバコの吸い殻から 盗賊逮捕までの経路にちょっと探偵小説じみた興味があるので当時のある新聞には続きものになってその時の何が死刑事の手柄話が載せられたほどであるがこの私の記述も実はその新聞記事によったものである私はここには先を急ぐためにごく簡単に結論だけしか お話ししている暇がないことを遺憾に思う読者も想像されたであろうようにこの関心な刑事は盗賊が工場の支配人の部屋に残していったところの珍しいタバコの吸い殻から探偵の方を進めたのであるそして各区の大きなタバコ屋をほとんど回り尽くしたが たとえ同じタバコを備えてあってもエジプトの中でも比較的売れ行きの良くないフィガロを最近に売ったという店はごくわずかでそれがことごとくどこの誰それと疑うまでもないような買い手に売られていたのである。